皆さんこんにちは、弁護士の加藤です。本日の動画のテーマはこちらです。ガーシー帰国、逮捕後の手続きと判決を弁護士である私が予想していきたいと思います。2023年6月4日ガーシーこと東谷義和さんがドバイから帰国し、成田空港で逮捕されました。逮捕の容疑は、2022年に芸能人ら3人を脅迫したり、名誉毀損したり、業務妨害したというのが逮捕容疑になります。こちらの動画の内容は、ガーシーさんはいつまで警察に捕まるのか、判決はどうなるのかといったことを弁護士の立場から解説したいと思います。今回被害を訴えている告訴人はこの3人です。綾野剛さん、俳優ですね。ドワンゴの創業者の50代の男性、そしてジュエリーデザイナーの男性です。この3人です。どんなことをしたかというとですね、綾野剛さんについて言えば、昨年5月頃にですね、綾野剛さんが当時17歳だった女性と、体の関係を持ったとか、お酒を飲ましたということを、暴露したと。で、謝罪しなかったら、他の同じ事務所の他のタレントを暴露するぞと言って脅したと。ドワンゴの創業者の方につきましては、実際はですね、ガーシーさんが直接やったわけじゃなくて、ガーシーさんの仲のいい方が、ドワンゴ創業者の方の、暴露話があったら、それに対して懸賞金を支払うぞと言って脅したという疑い。そしてジュエリーデザイナーの方につきましては、実際のこの男性の交友関係についていろいろ暴露して、その結果ジュエリーデザイナーさんが開いたお店が閉店に追い込まれています。これらはどんな犯罪になるかというとですね、当然誹謗中傷となりますと名誉毀損ですし、名誉毀損というのは3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金、さらには、お店が閉店に追い込まれていますから、業務妨害として3年以下または50万円以下、謝れと言って相手に行動を強制していますから、強要罪という犯罪にもなります。そして一番重たいのがこれでして、常習的脅迫罪という罪です。こちらの罪は3ヶ月以上、または3ヶ月以上から5年以下というぐらいで、一番この中で比べますと一番重くなっていきます。単純な脅迫罪は2年以下ですから、1ヶ月から2年ですから、軽いですよね。それに対して常習とふうになりますと、これだけ重くなるということになります。次にガーシーさんにどのような判決が下されるのかというところを見ていきたいと思います。まずは有罪なのか無罪なのかという点です。今回のガーシーさんの逮捕容疑には名誉毀損罪がありますが、名誉毀損につきましていえば、その言った暴露した内容が真実である、しかも公益を図る、みんなのためにやっていることだということが証明できれば、名誉毀損罪というのは成立しないことになっています。しかしながら、メインである常習的脅迫につきましては、真実であることを証明したとしても無罪にはなりませんから、最終的にはガーシーさんの、暴露した内容次第、動画次第になっていきます。そう考えますと、完全に無罪放免ということになることは、非常に難しいんじゃないかなと思います。じゃあ有罪となってきますと、実際に刑務所に行かなければならないのか、実刑なのか、それとも執行猶予、刑務所に行かなくて済むのかというところになってくるんですが、何年の判決になるかはですね、法律で決められています。法定刑と言います。先ほども出てきた名誉毀損であれば3年以下、業務妨害であったら3年以下の懲役という形で法律で決められているわけですね。で、今回メインの常習的脅迫は3ヶ月から5年という幅を持たされています。そして、これらの罪をまとめてやった何件もやっていますから、今回の判決の限度はこの枠に入ってきます。3ヶ月から7年6ヶ月の懲役という限度で、ガーシーさんに対する判決が下されることになります。だから極端にも死刑とか無期懲役ってことはありえないわけですよね。で、この範囲、この枠の範囲内で実際にその人が何をしたのか、前科はあるのか、示談は成立したのか、被害者との間に和解ができているのかということを見て、最終的な判決が決まってきます。そして、結論ですね。これは私の考えなんですが、今回ガーシーさんが、全て協力するという、認めて協力する、しかも、前科がほとんどない、ないかほとんどない、さらに詐欺といった他の犯罪で逮捕拘留されない、余罪がないこと、この条件を満たすのであれば、常習的脅迫罪だけでは実刑にはならず、執行猶予になる可能性が
高いのではないのかなと思います。ですので、まあ、この今回ポイントとしてはこの余罪があるかどうかということが一つ問題になってくるんじゃないかなと思っております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。